2023年スパイニュースの第2弾ですね。ここでもね、まあ今年も何度も出ましたけど、はい、TikTok。ああ、TikTok ね。ねしかもね、もうちょっとね、超えてきてます。あのイスラエルの問題で、イスラエルに関して情報戦が繰り広げられてると。TikTok を使って。ああ、はいはいはい。で、TikTok は、まあ、反イスラエルの動きをしている。うん、っていうのは、親米じゃない勢力の人たちを支持するためにやっていて、明らかにイスラエルを支持するハッシュタグと、うん、ハマスを支持するハッシュタグと比べたら、もう雲泥の差があると。へ、うん、例えば動画だったら、29億再生とか。ハマス側。ハマス側。そのハッシュタグでですね。29億。億。方や、イスラエル側を支持するってなってると、これね、2億再生とかになっちゃうんですよ。そのハッシュタグで。だからそれぐらい差がついてるんですよ。これ明らかに何かが動いないとおかしいですよね。っていう話になっていて、まあこれでまあ問題になってるって言うんですけど、ここまではまあ話した話ですけど、そこからまた新しい話が出てきて、これまだ今年のね、多分象徴する話かもしれないですけど、WhatsApp。ワッツアップ。はい。ありますよね。はい。それが絡んできていて、あれもなんか一応ワッツアップとか、あとフェイスブック。はい。あの辺のこう SNS。あれアメリカ系ですよね。で、作ってる人ってザッカーバーグさんです。ワッツアップもそうでしたっけ？はいはい。ああ、そっか。まあ、ワッツアップはまあ、フェイスブックが買収したんですけど。ああ、そういうことで、そこで。ザッカーバーグ。はい。ユダヤ系なんですよ。あ、そうなんですか？ユダヤ人の家族なんですよ。へぇワッツアップとかフェイスブックあっち系だと、はい。イスラエルよりの、だからそこで、TikTok と逆ってことそう、戦ってるんですよ。サイバー上、情報戦が。情報機関の人たちはここ、まあ、かなりチェックしてるんですよ。日本 の, 情報の人たちも含めて。TikTok とか。チェックしてるっていうのはその投稿みたいな。投稿、動画とか、傾向。アメリカなんかデータ全部集めてますし。で、大手の大学とか大きな大学。うん、そういったところはちょっと契約して、うん、民間の方に、データを研究目的で渡したり、はい、っていう形で協力したりするんですけど、全然そのも当然どう考えたって情報機関とかの人たちも調査にそこに絡んでくるということで、うん、TikTok vs Facebook、WhatsApp とかって言ってても、うん、まあ裏でこういるということになってるということなんですよ。はい、スパイ工作の、まあなってると。と、うん、いうことなんで、今後ね、今年も、はい、選挙いっぱいありますけど、情報工作いっぱい動きますよね。そうですね。だからこういう、SNS、はい。が、かなり、情報機関の活躍の場になっているってことですよね。はい。それがあるので、なるほど。ちょっと結構象徴的な話かなと、今年は、はい。タイトルをつけるとしたら何ですか？やっぱ TikTok、がやばいぞ。だけど、ザッカーバーグも頑張ってるぞっていう。なんだそれ。タイトルなんだから別に、だけどザッカーバーグいらなくないですか？いや、僕ね、タイトルつけるのほんと下手なんですよ。これ、ね、記事書いててもそうなんですよ。あ、そうです。そうそうそう。これね、めちゃくちゃ私の話でいいですか？いや、スパイニュースじゃない。スパイニュースなんですけど。じゃあ、スパイってことですよ。私のニュースで。違いますよ。スパイ本。私出しました。スパイの本。はい、ああ、山さん出した。はい、これすみません、私のニュースで申し訳ないんですけど。ニュースっていうか、宣伝じゃん。聞いてください、聞いてください。何ですか？宣伝じゃないんですよ、実は。何ですか？でも、一回、ちょっとだけ宣伝させてください、最初。はい、はい。もうすでにね、はい、今。重版？もう2回重版しました。あ、すごいですね。すごいんですよ。ちょっと手に入りにくくなってます。ちょっと売れっ子作家先生じゃないですか。いや、僕、まあ、僕は教授とか僕は一緒にやってるあれなんで、ですけど、月刊誌で取り上げられてて、これが。へー。で、だからここからスパイニュースなんですけど。はい。ね、ちょっとそれ読みますね。何ですか、月刊誌は。月刊誌はね、選択って、月刊誌の、はい、はい、はい。やつに、今回の本がね、はい。なんかどうも物議になってると、外務省で。マジっすか。で、なんでかというと、はい、議典監視っていうのを確か書いてるんですよ。議典監視。ここでも喋りました。プロトコルオフィスです。ああ、はい。いわゆるスパイが海外が来た時に、はい、情報機関の人たちが、はい、実は外務省に伝えていて全部。うん、で、その代わり、外務省が日本から情報機関とか、うん、情報機関っていうのは要するに公安とか、はい、あとは警察とか、はい、あと防衛省とか、はい、送った時にその国にも自分たちにはどういう人が行ってるかっていうのを全部教えると。うん、こういう相互関係でやってると、はい、いうことで、っていうことはこっち来てる人たちの情報も全部知ってるんですと。うん、で、じゃあ日本に来てるスパイを外務省は知ってるわけじゃないですか。はい、そうですね、うん。で、でも日本にはスパイ防衛がないんで、うん、で、自由にさせてて、うん、ね、スパイいるの分かってるんですよ。はいはい、何もしてねえじゃないか、外務省と。うん、どういうことだと。できないからです。できないなんですよ。うん、でも、知ってるんだったらっていう話じゃないですか。うん、知ってるってこと自体皆さん知らないんで。まあ。で、それ書いたら、それどうも、おかむりだということらしいんですよね。知ってるって言うなよって。そう、それ言っちゃダメだろみたいなことになって。なんで言い過ぎじゃないかと。なんでいや、だから外務省叩かれると思ってるじゃないですか。スパイって言ったって、
この人たちは本当の国から送られてきている外交官の肩書きで来ている人たちなんで、全員スパイはね、うん、こうやって。で、この人たちの協力者っていうのを、まあ、公安の人とかは、ずっと地道に尾行とかして調べてるわけですけど、元締め全部分かってるわけですから。元締め、そうそうそう、日本に来ている。うん、だからそれってどうなんだと。はい。だからなんとかその辺でコントロールできるんじゃ、できるんじゃないかとかね。なるほど。そういうような話になら、行き着きかねないか。問題視する声が出てると中で。はい、外務省の中で。そう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 。呼び出されたんですか？呼び出されてないんですよ。いや、もしかしたらその、勝丸さんともう一人。あ、はい。あの人は元公務員だから呼び出しやすいんですね。どうなんですかね。あ、そうなんですかね。いやでも、まあペンネームでやられてるので。肩書きはペンネームでも元。元公安警察。書いてあるじゃないですか。うん。当然ね。と、公安問い合わせたら多分、誰か教えてくれるでしょう。どうせ。そのあっちの人はね、その業界である。その業界では分かってると思うんですけど、ね。公務員業界ではね。公務員業界ではね、はい。公務員業界ではそうだと思います。そういう風になってるってことなんで。ちょっと殴り込み行きましょうよ。どこに外務省ですか、うん、お前、俺の方に対して文句言ってるらしいな、つって。外からどういうことだよ、つって。外から言うの受付に行って、こう。うん、門前払いじゃないですか、絶対。あれ、もう中も入れないですよ、警備員って。だって、この二人で行って、一人カメラを。そんなの絶対あれだぞ。なんならニュースの。電話してみます、外務省に。ああ、いいですね。私の方でなんか文句言ってるって聞いたんですけど。そう。なんか文句あるの、直接来てくださいと。そうそうそう。ただでも、こう、匿名のコメントになってくるので、それは私どもの感知しませんみたいな感じになるかもしれないですね。公式発表だったらまたあれなんですけど。まあ、いずれにしても、はい、外務省がピリピリしてると。そういうような話があったりしてるんですよ。外務省は、なんででもそれを知られたくないんですか？スパイを来ていて自分たち全部管理してるっていうことは、あんまり表に言いたくないじゃないですか、それは。で、しかもスパイの事件起きるわけじゃないですか。例えばロシアとか、必ず来てるの知っていて。じゃあ外務省何やってんだになるから嫌だってこと？プラス、そうそうそうですし、まあ彼らは法執行できないんで、もちろんそうなんですけど、ただ彼らは明らかに活動していて、日本の国益を貶めようとしてるのは明らかじゃないですか。情報を取ったりしてるって、うんうん、はい。で、それで捕まえられず、堂々とみんな帰国していくわけじゃないですか。それなんかうまく連携できないんですか？公安だったりとか。で、実はこの情報っていうのは、言ってるんですよ。はい、どこに公安に？一部に。一部？警察庁の一部。警察庁。警視庁とか、警察庁の一部。はい。だから上、偉いところです、ね。はい、一部行っていて、はい、そこから必要とされるところだけそこから降りてきてるんです、情報が。で、例えば、内庁、はい。内閣情報調査室というスパイ機関ありますよね。はい、スパイ機関って言っていいのか分かるんですけど、まあ、内庁の中はって、警察が出向している人たちいっぱいいるので、はい、その中にはそれをも、その情報を持ってきてる人たちもいるわけですよ。そしたら彼らはそれを活動の時に使えるということですよね。で、しかも領事館、大使館だけじゃなくて、領事館っていうのもあるんですよ。地方行けば。アメリカの大使館の、アメリカの領事館、はい、地方行けばあります。大阪とか。はい、そこにもちょっといたりするので、その情報は現地の人たちは知ってるか知らないか分かんないんです。現地の警察も。でも、知ってるのは外務省と、その警察庁の一部。なるほど。あと、東京都内には大使館いっぱいあるんで、うん、はい、警備しなきゃいけないですよね。あ、はいはいはい、警視庁が。はい、だから警視庁の警備やってる人の偉い人は知ってると。その中でも偉い人、ほんと一部の人っていうことらしいですよね。知りながら何もできないというこのもどかしさ。っていうのがあるので、そういうのをちょっと問題提起してるんですけど、これは言われたくないというところなんですよね。まあ、ね、スパイ防止法なかったら何もできないってことですよね。何もできないんですよ。で、アメリカの場合はここに、外国人登録法みたいなのがあって、はい、要するにその、ロビー活動するとか、はいはい、海外からお金もらって、うん、いわゆる海外の政府からお金もらって、はい、国のための活動を、はいはいはい、影響工作とか、うん、やる、影響工作って政治に関わっていくとか。ロビー活動も完全に。それは登録しないとダメですよ。そこのオフィスにちゃんと、はいはいはい、まず。登録してなかったら、イコールスパイなんですよ。で、向こうは全部登録してるし、うん、で、しかも来てる人たちも分かってるし、っていうことなんで、いわゆるまあ、ボードの上でプレイ、はい、ゲームをしてるわけですね、日本は一応でも外国人からの献金禁止ですよね。うん、だけども、結局、今回のパーケーもそうでしたけど、出たパーティー。まあ、あまりね、ザルじゃない、ザルっていうかもう関係ないですね。岸田派のパーティーは外国人いっぱい買ってる、しかも中国人がっていうね、ネットの噂は。本当なんですよ。宏池会でしょよっていう。要はね、これまでの通りで。はい、これね、全容をつかむの難しいんですよ。何人中国に影響を受けてるかって。例えばパワー券買ってもらってるかとか。大体宏池会の人とか、自民党の中の方が多いですね、明らかに。うんうん、で、日中議員連盟とかは、これ超党派なんで、他のとこも入ってるんですよ。はいはい、それこそ、ね、福島みずほさん。とかもいるはずですし。数に入れちゃう。でもあの人たちパーケンして中国からお金もらってないと思うんで、多分。そういうことを考えると、そういうの関係なく、それ関係なくダメだって話ですけどね。はい、さあ、計算しても、はい、本当にこれは一番少なく見積もって、本当に70人超えてるぐらいとかですよ。中国から結構ない。全
議員の中で。そうそうそう。宏池会の中だけじゃなくて。なくて。でももっと多い可能性ある。しかももっと僕たちが思ってる深度が深い人もいます。大物です。これ今度来年やります。マジっすか。あの人かな、それともあの人かな。っていう人たちですよ。ああ、そうですか。噂になってるあの人か、あの人か、あの人かってことです。そう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 。なるほど。大物ですね、じゃあ。日本でもちょっとホットスポットがあるんですよ、もうすでに。ホットスポットって。ホットスポットがあるんですよ。どういうことですか、ホットスポット。危険な地域があるんですよ。え、日本の中に。どういうことですか。いや、だからもう中国の影響入りすぎてる危険な地域っていうのがあって、日本に。え、本土に。っていうか、だいぶ絞んでるんです。どういうことですか。いや、だからまあ、そのあたりの人たちっていうのは、影響を受けてる人が多いっていうことですね。はい、え、中華街とかじゃなくてってまあ、そういうのもありますし。え、どっちなんですか。中華街って言ったら、だって、そりゃそうでしょってなるじゃないですか。本当やばいですよ。だから、それをちゃんとサロンでやりましょう。わかりました。もう、やばいですか。だから言う。言うなって。これはここダメですけど。まあ、とにかく、そういうのもあるので。はい。わかりました。うん。ちょっとこれ引き続きね。なるほど。僕もあの、実は日本のことやってないんじゃないのって言われるんですけど、はい、実はいろいろ情報収集してますね。だから、これはやるのか。いやなるほどね。で、まあ、目的もわかってるんですよ。へえ。そうです。で、この間ね、まあ、これはまたしますけど、いやいや、本当にあの、選挙とかね、はい。かなり見据えてますんで。わかりました。やつらは。やつらは。はい。わかりました。それも含めてね、はい、お話したいなと思います。はい、1位は次回。じゃあ1位は次回。はい。